久保さんまああの僕が考察しまし久保哲郎の考察にしましょうか <laughs> まあ今回ねオーディションを受けるのはもちろん自分がやってみたいなっていうところもあるでしょうけども多分ね1%いや何パー入ってるか分かんないですけどあこれオーディションになんだ48歳がオーディションに受けたらどうなるんだっていうネタになるなみたいなね <laughs> っていう部分が何パーか多分入ってると思います ね、今日オーディション頑張ってください。まあ、確実にあの、ネタになってね、どうだったのかみたいな。久保哲面をオーディションに受けて、こうどうだったのかってき、まあ、そのね、まあ、番宣もして、でね、興味性を沸かせて、じゃあその結果どうだったのかっていうその動画もありますよね。どうすかね。だから要は、まあ、まとめると、ネタ、ネタを仕入れる。 のではなくネタを仕入れるってことも大事なんだけどネタを作り出す自,自ら作り出すっていうことも情報発信をやっていく上で非常に大事なポイントかなと思いますだから僕買い物する上でまあ自分が好きなものはもちろん買うんだけどもたまにねその自分が好きではないかもしれないけどもあこれ視聴者さんに見せたら面白くなるな絵的に面白くなるなっていう場合は買う場合あるんですよてか 何の買い物する上でもあこれをネタにしたら面白いなっていう要素が入っているものを選択する傾向が非常に高いですそれはもう情報発信マイスターになると、まあ、その割合が必ず入ってきますだって生活の中心が情報発信なのでそのなんだろうなその情報発信に生きるものだったら買った方がいいなってなってくるのであこれネタになるなみたいな うん、だからまあ情報を仕入れるんじゃなくてネタを作れというところでそういう思考があると、まあ、これもまた無限に情報を発信できますだってネタが作れるわけですから大間マのマグロが自分で作れるんですよまあ札束をだから札束を自分ですれる方法ですねね久保さんこれね札束を札束を自分ですれる方法にしましょうかいってらっしゃい